皆さんこんばんは。スプラットでのめちゃんとベロちゃんです。こんばんは。ということで今日はベロちゃんがどうやって日本語をここまでのレベルまで持ってきたか、この秘密が分かればみんなも他の言語を習得することが簡単になるかもしれない。まあ、ますね。はい。メキシコでね、2年ぐらい日本語学校通ってた。なんか私の日本語はもう完璧だと思って。まあ私会話なんかできるよって思ったの。ネットでね。本当の日本人、話してみる。話してみる。したら話してさ、もちろんさ、最初読めなかった。最初からもアウト。ね、全然喋れなかったね。全然喋れなかった。全然喋れない。2年間勉強したけど、全然会話できなかったよね。俺の日本語全然理解しなかったよね。で、その次が会話した。会話した。あの、電話でね。電話でね。で、呼べる時に、まあ、いっぱい喋るから。あ、俺がね。ね。そしたら？そしたら？自然にね。自然にね。ね。まあ、勉強というなんか本とかなし。なし、本当になし。本当喋り倒したね。そうそうそう。ってことで、ちょっと少しでもためになったなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。で、今度なんかどうやってなんか語学こうやれば早く勉強できるよみたいな話せれば話したいと思います。うん。 OK? うん。アディオスアミゴー。アディオー。